お届けしました。ラジオ関西から生放送、林真一郎の裏パーソナリティ集合。どんな話になるかな、みんな集まれ。ラジオ関西がお届けしています林真一郎の裏パーソナリティ集合、神戸ハーバーランド高浜岸壁から生放送でございます。この後11時30分まであと27分間の生放送、そしてステージはこの後午後5時までとなっております。さあ第2部でございます。パーソナリティの大集合ということで、それぞれ6つのテーマから1つ選んで1分間のトークする後半戦です。前半戦はからしれんこんのお二人が、優勝いたしましてプレゼント持って帰ってもらいました。今日今会場にいらっしゃるお客さんにお願いあります。誰の話が一番面白かったのか良かったのか最後皆さんジャッジしてください。拍手でお願いいたします。一番良かったチームにはプレゼントを持って帰ってもらいます。さあそれではまず始めてまいりましょう。1組目こちら、春名ゆうきアナウンサー、そして近藤夏子さん、よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。クリップ月曜日からやってきました。はい、さっき子供泣かした近藤さん、林さんいらんこと言わんでいいんですよ。いらんこと言いたくなる。これ放送載ってるんですよね。もう載ってるよ。いらんこと言わんで。林さん今日ずっとここにいらっしゃるんですか。ずっとここにいるんです。向こうでステージやってるの知ってます。知ってます。みんな楽しそうにやってるの知ってます。そう知ってますかわいそうにこんなとこ、大丈夫、春菜がこの後倒れる予定ですから。あ、そうかそうかそうか。春菜くん今日ずっと汗かいてて。そう、持つかね。持つよ。持つかね。はい、持たなかったら多分彼女のワンワンマンでしょうね。私は帰ります。帰らない。帰るんかい。今日暑いですね。でもほんまに、ね、今日いいね、すごいいい天気でね。今日の衣装いいですね、はい、ありがとうございます。今日ラジオ関西さんって出演者のパネルを作ってくださってるんですよ、うんうんうん、で去年とかもそのパネルあったんですけど、私のパネルがびっくりするぐらい似てないんですよね、顔が。ああもう今、ね、目の前に来てくださってる方はお笑いが起こるぐらい似てないんですけど。でも気づきました林さん、今日私、はい、服装をパネルに寄せてきましたから。あとアイスクリーム持ってたら最高ね、はい、黄色いワンピースに黒のパンツを履いて、なんやったらちょっとタイガース優勝にもかけて、あれのね、すいません、ちゃんとコーディネートから考えております。ありがとうございます。原田さん今日今度は静かになったね。はい、もうじゃあ休んでない大丈夫。さっき喋ったから行き整える時間すごい休んでない。頼みますよ原田さん。はい、お二方にですね、またトークテーマ決めてもらってます。はい、1、私の鉄板話、私の悩み、皆さんどうしてます、番組でやっちまった話、ここだけの話、ここが変やで、うちの相方、番組中に起こったハプニング、この6つの中から選んでもらっております。はい、この中から選んでもらっております。これお一人ずつやるんですか今回。一人だけ、はい、一人だけやります。わかりました。はい、このさんやるの。はい、私がやります。じゃあ、はい、わかりました。では、まだ決めてないの。もう決まってる。決まってないです。決まってない。はい、じゃあ近藤さんは何を選びますか。あ、わかりました。じゃあここが変だよ、うちの相方。なんで笑いが起きるの。いや、それしかないじゃん。これやるしかないですよね。満場一致でそれですよね。はい、いいですか。はい、1分間です。はい、はい、近藤さんスタート。わかりました。私の相方は春名ゆうきというラジオ関西のアナウンサーなんですけれども、皆さん知ってか知らずか、このアナウンサーですね、お酒が大好きなんですよ。とにかくお酒をよく飲むんですが、そんな春名くん、なんとですよ、過去にですね、女性と一緒に暮らすというか、お家に女性と一緒にお家にいなきゃいけないタイミングがあったんです。そしたらですね、彼酒飲みっていうのバレたくなくてですね、なんと家の前で、家に入る前にですよ、家の前で缶ビールを2缶一気して帰ったそうです、証拠隠滅のために。春名ゆうきさん、それぐらいお酒が好きで女性にもバレたくないんですよね。素晴らしい。違う、ちょっと待って、いい話ありがとうございます。ここが変だよじゃなくて、ここが変だよ、ここだけの話だよ、これは4番だよ。あなた、違う、これはすごいねんで、ここだけの話とここが変だよ、 うちの相方と番、私の鉄板話全部合わさってまして、さっきだって前半も全部まとめてやった人いるから。そうです、大丈夫大丈夫、ね、これだから私の中では3つテーマをやりまして、今、はい、ちなみにこの話をすることは春菜さん全く知らなかったので、はい、見ていただいたら分かるように。さあラジオですいませんね、見ていただいたら分かるようにと言ってしまって、汗が止まっていたのによ。汗が吹き出しただろう。吹き出したわ。コメント、はい、コメントだけもらっていいですか。はい、ということで、はい、すいません、時間と関係ありますので、じゃあ春菜さんの弁解はもうなしでいいですか。弁解は来週の番組で、明日お休みだから、来週の番組で。一つだけ言うならこれは本当の話。はい、
お二方ありがとうございました。さあ続いての皆さんはこちら。はい、高山智博さん、そして浦里恵さんです。よろしくお願いします。あつながありがとうございます。皆さんありがとうございます。はい、おなじみクリップの火曜日と木曜日、はい、でございます。はい、このお二人一緒になることっていや僕初めて見るんですけど、実はね、まあ、私高山はクリップ木曜日で、はい、まあ、浦里恵さんは火曜日なんですが、火僕火曜日また別の番組で夢をつかまねえとという土曜の7時からやってる番組の収録があるんで、その時によく会います。はい、お会いしてます。そうですよね。はい、それですれ違わせてもらったんですけど、まさか今日ペアでやらせてもらうなんて、もうめちゃくちゃ緊張してます。え、それぞれの相方はどこにかあったんですか？今日は相方、うん、あのうちの相方慶本雅美さんはおそらくですよ、おそらく海外行ってるんちゃうかな。まだ行ってるんですか？羨ましいです。はい、ちょっと休み取りすぎですよ ね結構長いですね普通1週間ですよね夏休みだいぶ見てないと思う。はい、ねえ、浦里恵さんところは、はい、今日はですね、私一緒に関西ジャニーズジュニアのリトル関西の東丸ウク君とやらせてもらって、はい、今日はね、はい、お休みということで。そうですか。はいはい、高山さんとご一緒させていただきます。はい、よろしくです。はい、今日のじゃ あの皆さんの中で選んでいただいたトークテーマこちら。番組でやっちまった話。これ高山さん、まあ、番組の中でと言いますか、まあ、番組始まる前、そして浦里恵さんが番組終わりなんですけれども、はいはい、まあ、火曜日僕夢をつかまねえとの収録で行ったら、浦里恵さんはクリップ終わって、はい、たまたま近くのコンビニでばったり会ったんですよ。で、あー、お疲れさーん言うて、暑いですねって一緒にジュースなんか選んでて、ほんだらそこにね、まあまあやんちゃっぽいカップルがおったんです。来たんです。で、女性の方が僕の方を見て、で、あいつほら芸人やで、芸人やで、女の方が言うて、はい、で、うわ、行儀悪いわ、腹立つわーとか思って、もう、浦里恵さんもおるから、それは無視して、飲み物を選んでたら、はい、そのカップルのやんちゃな男の方が来て、僕の顔の前にね、はい、ガッて覗き込んで、睨みつけながら、はい、芸人なんか興味あるか。腹立つわ。ここはもう言うても10代の子やから、大人として一言言うたらなあかんけど、でも浦里恵さんもおるし、あ、なんて言おうかなー思って出た言葉が、興味持ちなさいこれ言うでしょ。ね、ね、すいませんでした。いや、あの時はねみんなに見られて。いや、そうでしたね。はいはい、真面目ですよ浦里恵さんも、はい、あ、興味持っていただいてありがとうございます、はい、いや、そんな話もありましたね、でも浦里恵さんの方はどっちかっていうところ、喋、はい、る方でずっとやってこられたんじゃないから。そうなんですよ。もう慣れたでしょ。まだちょっと4月からで、もうちょっとで半年なんですけど、全然慣れなくて。そうですか。もう私カミカミやし、あと漢字が読めないんですよ。漢字が読めない。なんせ、なんか台本やったら、打ち合わせの時に、ちょっとスタッフさんにこれなんて読むんですかって言うんですけど、本番でメッセージ来た時が一番困るんですけど、もうこの19歳の東丸ウク君に、ちょっと読んでとか言って、ちょっと、19歳の男の子に読んでもらってます。じゃあ、彼が読んでる時は、はい、読まれへんのかなって思ってた。そうですね。はい。そういう感じで。はい、ということで、判定をお待ちくださいました、はい。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、続いてのお二方、こちら。香川秀樹さん、大森久美子さんです。おはつございます。おはつございます。え、もう始まったの？始まりました。そうですか。はい、私さっきのステージね、はい、あれ放送載ってると思ったら、あれは載ってない。載ってないです。あれはこっちが載って、はい、分かりました。まずここでいらんこと言ったらえらいことになりますから。ステージの方がまだ大丈夫です、はい、放送乗りません。目の前のお客様のほとんどが男性でございます、ね、はい、まあ、大森さんのファンですね。なるほどね。そういうことでしょう。そういうことですね。はい、違います。はい、では参りましょう。選んでいただいたテーマこちら。ここが変やで、うちの相方。はい、これはどなたが？はい、私でございます。はい、では行きましょう。どうぞ。二つありますけど、一つ目ですけどね、ハッスルの番組の中、うちは洋楽しかかからへんのに、曲の紹介の英語が下手くそすぎる。What's a wonderful world? What's a wonderful world? って言う。What's a てないんですよ。おかしいやん。おかしくないです。だってハロードーリーって、ハロードーリーだって振り仮名が売ってある通り。振り仮名はいらんねん英語。もう一つはね、一緒に感激とか落語会とか行った時の横での笑い声が大きすぎる。
あの林さんも出たあの講座で林さんの落語で笑ってたのはあなただけですから。それはおかしいよ。それはおかしい。笑うとこない。それが大声で笑うから横にいると私の方がなんかちょっと恥ずかしになってきますが、ああ、まあ以上です。はい。まあそうですよね。この前ね、あの大森さんとたまたま一緒になった落語会でも、はい、高笑い聞こえてましたもんね。そうです。もうだから本当に職業にできるんじゃないかなって最近思ってる。笑い屋さんの笑い屋さんで、ね、笑い屋さんで、はい、毎週ワイドショーとかにいましたけどね。はい、そうですか。もうちょっとそれで今後食べていこうかな。何言ってんの。テレビショッピングであのほらうなずく人ね、拍手とか笑いでね。はい、じゃあこれからもあの大森さんの曲紹介楽しみに皆さんなさってください。かなりかかりました。私忠実に読んでるんですよ。あのカタカナをということで、はい、お二方ありがとうございます。もう終わりかい。もう終わりです。あっさり判定お待ちください。ありがとうございました。ありがとうございます。なぜこの後の方がすごく長いことが想定されるのでお願いします。ありがとうございました。はい、続いてこのお二方です。はい、田辺誠さん、そして中野かな子さんです。はい、おはようございます。おはようございます。お願いします。先生は話が90分欲しいっていつもおっしゃいますので、そんな私あの講演料とかで問題なくてね、あの講演頼まれるとき90分やったら行きます。前60分の講演で林さん違います、90分で僕はできてますから90分喋ります、いやそれ困りますって、いや僕は90分喋ります、いや絶対ダメです、絶対ダメですって、ね、1時間半のね授業の時間でねバイオリズムができとんです ね、はい、じゃあここから90分喋らせていただきます。困ったもんでございます。番組が終わってしまいます。はい、それではお二方選んだテーマこちら、ここだけの話。ここだけの話。じゃあ中野さん、ここだけの話なんですけれども、田辺先生って一生懸命な方じゃないですか、うん、一生懸命研究されて一生懸命講演されて一生懸命ラジオもされている、うんうん、こんな田辺先生だからやっぱりねご自身も一生懸命な方が好きなんです。あ、そうそうそう、だから田辺先生はここだけの話ですよ、一生懸命喋られるジャティックの達田さんがお好きなんです。なんでそんそれは。もうねともすればねリューチャーじゃないかもしれません。もう上手な方は他にもいっぱいいらっしゃるんです。そうそう、だけれどもあの一生懸命でひたむきなあの達田さん、けなげさね、そう、達田さんの話を聞いて私たちは一生懸命しゃべる達田さんの情報をスタジオで一生懸命聞いて癒しをいただいております。そうそうそう、ね、あんな人よけやっとたらええのにね、ジャティック。それ僕らが選んでるに違いますから、ちゃんと神戸センターで選んでらっしゃるので、ベタな人おりますね、誰とは言わへんけど、ね、いやすいません、あのややこしい、あの放送ですからこれ。この後出てきはる方が私かなと思ったらどうするんですか。皆さんお上手なんですけど、いやそうですよ、はい、ただ特に達田さんね、達田さんがね、はい、流暢ではないんですよ、けなげな、はい、先生どんな感じでしたっけ達田さんって、しゃべり方、じゃあ僕あかん、マネできる、マネできる、あ、ちょっとだけいきましょうか、うん、ちょっとやるの、ジャティックの達田です、ジャティックでしたっていう感じでしゃべられるんですよ。第二神明道路は姫路方面の東向き交通情報聞いてよかったいう感じ。いや、よかったはそうなんですけど、今の中野かな子さんは違う気がする。違う違う、皆さん聞いてください。いや僕お会いしたことありますけど、そんな喋り方じゃないですよ。ほんま、いっぺん話してくださいね。いやちょっとね、いや、わかりました。じゃあ裏で相談しましょう。それ番組としてね、人物辞典にでも来ていただいてね、ゆっくりお話しする。そんなやったら岩崎さん怒らはると思いますよ。いや絶対なんで、なんで立田なんですか。いや我々は立田さんです。いや語り口はもうそらラジオ関西にない。はい、皆さんね、達田さんの喋り方気になるでしょ。この後ずっとラジオ関西聞いていただくと達田さん出てきますから、ね、今日出はるかどうか分かりませんけど、はい、聞いてください、はい、ということで、はい、90分ではございませんが、はいはい、時間でございます、はい、お二方ありがとうございました。ありがとうございました。はい、それでは皆様、この4組、の皆さんの中でどなたが良かったのか拍手で、決めていただきましょう。まず最初、春名由紀さん、近藤夏子さんが良かったと思う方どうぞ。おお、おい、はい、ありがとうございます。はい、浦里江さんと高山智博さん、香川秀樹さん、大森久美子さん、最後の田辺先生と中野かな子さんということはもう田辺先生ですね。もうここは忖度しとかんと。いや冗談です。はい、この後半の優勝は春名由紀、近藤夏子。
はい、皆さんが選ばれました。何があったんですか今。何言ってんの。人の話聞いてなかったです。人の話は聞かないのが私のやり方なんですよ。一番良かったと思うパーソナリティコンビはどこですかって、皆さんのコンビでした、はい、いやありがとうございます。ありがとうございます。というか、まあ、近藤さんのトーク、私のトークが良かったということで、そうそう、ありがとうございます。春菜は何も喋っておりません。ごめんなさい、はい、嬉しい。え、金一封ですか。プレゼントでございます。さっきステージでもらえなかったんですよ、私たちだけ金一封を。あ、そう。だからもしかしてここで金がもらえちゃう。鳥取県の美味しいものの詰め合わせです。ありがとうございます。おー、懐かしい。春菜くんはいらないよね。やばい、鳥取大学に4年いたから。酒だけちょうだい。君だ。もう飲んできたやろ。もう、あの、常に。すごい、アナウンサー生命をかけてボケてくれてる、ありがとう。すごい、ありがとう。あ、すごい、梨のゼリーとか。これね、いいんですよ、梨のゼリー。おいしいの知ってますよ、私、島根県出身なので、お隣の鳥取なんですけど、本当おいしいもいっぱいあるんですが、この鬼太郎とかもね、もちろんですし。ね、トリピーがまずすごい有名人ですし、そうそう、キャラクターのね、モサエビのせんべい、これもめちゃくちゃ美味しいんですよ。会場の皆さん、これ鳥取県のブースも出てますから、はい、どっかでね、お買い求めになってください。いや、もう絶対買います、はい、私も買って帰ります。買って帰ってください。で、春菜さん、鳥取に4年間いたんだから、はい、必ず買って帰るように。そうですね。鳥取でもお酒は飲まれてたんですか。鳥取でもお酒は常に2リットルの芋焼酎が常駐しておりましたけれどもね。あんたな、この間だってタイガースの優勝の時の晩にあなたは6時半ぐらい消えたね。あ、消えましたね。じゃあ今から居酒屋へ行ってきますって、赤星のユニフォーム着て、はい、あら、朝起きたら撮った覚えのない、抜かれているユニフォーム姿の私がカメラロールにたくさん残ってますよね。やっぱりな、しっかりやってますね。絶対飲みに行ったいいんですか。ラジオ関西は今エースとしてアナウンサー春菜優希ですけれども、林先輩、まあスペードのエースかもわかんないから。ね、失礼。まあまあ、上司が飲みませんから、敵も。だから、その分飲んでやってるって。そう、飲まないんじゃなくて、飲むけど、少し。少しね。だって、あなた、仙台行った時も一緒にずっと飲んでたでしょ。私の前で。裏話始まるんですか、もしかして。裏話が始まるんですか。あ、行ってもいいよ。え、なんで行ってもいいよ。いや、ちょっと不安になっただろう。だから、こう、不安になるのがおかしいんですよ。そうそうそう。なんでっていう。そんなに心当たりがあるのかということです。だからもう喋りません。でも本当に仲いいですよね、お二人。いや、悪い悪い。いや、仲いいよ。林さんが優しくて、毎回我々ね、月曜クリップ放送が終わったら必ずスタジオに遊びに来てくださって、はるな君にちょこちょこってなんか感想言ってくれたり、なんだったら私のとこにもささっと駆け寄ってくださって感想を言ってくださって。あれはいい曲だって時々言いますよね。忘れた頃に。あれは僕に話しかけるふりをして近藤さんに話したい。そうそうそう。なんだよ林さん、私のこと好きなのかよ。ちょっと照れてんだよ。今日眩しいんだよ、黄色で。素直に来いよ。ありがとう。意外と相性いいじゃん。何言ってんのお前は。何や、気持ち意外と早くやるよ。何言ってるんだよじゃなくて、どの目線で言ってんだよ。そうそうそう。近藤夏子と林さんを目の前にどの目線で感想言ってんだよ。春菜優希、おい、なんで汗かいてんのお前。わからない、止まらない。ずっと汗かいてるから。今日もこの後春菜くんはメインステージで MC をするんですよね。近藤さんは、あ、私は帰ります。帰るの。もう帰るらしいよ。もう帰るの？ステージのステージのとか、お仕事が終わったら帰るんで。11時20分だよまだ。はい、お仕事がちょっと11時半に終わるというふうに今日はスケジュールで。ちょっと待って、番組終わったらいつも2時間ぐらいいる時いるじゃない。あ、そう、あ、その裏話。そうだよ、私が番組終わってまだいるんだもん。あ、いい、そうね。そう、それはね、意外とね、リスナーさんから、月曜クリップを聞いてくださってるリスナーさんからするとなかなかレアなお話で。レアなお話。私他の現場はとっとと帰る、終わったら1分でタクシーに乗ってるんですよ。ね、本当にそうなんですけど、月曜クリップに関してだけは終わってから約2時間ぐらい、だべってるよね。そうね、そうトークを。近藤さん、なんか今日 CD の販売とかないんですか。その告知してもいいんですか。してください。優しすぎ。してください。ラジオ関西大好き。巻きで巻きで巻きで。あと7分しかないから。今日この後会場の方で自分の CD だったりグッズだったりを売らせていただきますので、はい、どこら辺、ここら辺、ここら辺、すいませんね、ラジオ聞いてる人意味わからんと思いますけど、ここら辺でモザイクの岸壁が南側、西側、東側、何言ってる、下手くそか。岸壁側南、東、西、東方向、東、ね、はい。ここら辺でやらせていただきますので、写真とかサインとかもしますので、はい、ぜひ遊びに来てもらって、あとうなげロリンのブースが一番端っこの方にありますので、ぜひ皆さん、まゆりかのうなげロリンのブースも遊びに行ってあげてください、はいはい、ちょっと無機質なナレーション私もしております。そうだよね、林さんも出演してるもんね、最近ね。ナレーションちょっと、私が大好きなポッドキャストのブースも今日は出てますから、はい、ぜひ皆さんラジオ関西祭り最後まで楽しんで帰ってください。はい、近藤夏子さん、春菜由紀アナウンサーでした。ありがとうございました。
Yes. 僕らは変わらずあの頃のままが好き。 Yes. 高須クリニック。 Oh, oh yes. 高須クリニック。 高須クリニック。10月15日日曜、加藤ミュージックフェス2023、明日のことは忘れとこ、開催決定。出演はウルフルケイスケのほか、渡辺フラワー、役所武志、ケンジュンとオジョン。場所は加藤市地域交流センター。ただいまチケット発売中です。詳しくは加藤市の加藤文化振興財団ホームページでチェック。関西 AM5 局がおすすめするマンスリー A ミュージック、今月の A ミュージックはハレーシュガリー。続いて今月のラジオ関西おすすめ曲は、平野梨沙、フェニックス。皆さん応援してくださいね。神戸ジャズ100周年を記念して、ハーバーランドがジャズに染まるハーバージャズナイト開催。9月11日月曜日から17日日曜日まで、ビバップやラテンジャズ、ビッグバンドなど様々なスタイルのジャズが港を彩ります。ハーバージャズナイトは夕方5時から夜9時まで、神戸の美味しいフードを集めたジャズご飯とともに、心ゆくまでジャズをお楽しみください。神戸ジャズフォニックレイディオでおなじみの広瀬美希、高橋智道、田中理香も出演。スケジュールなど詳しくは神戸ジャズ100周年特設サイトをチェックしてください。松原健史です。毎週日曜夕方6時からはラジオ関西松原健史心の旅をお楽しみください。あなたからのメッセージもお待ちしています。ラジオ関西がお送りしております高浜岸壁からの生放送、林慎一郎の裏パーソナリティ集合。最後の最後に失礼しました。裏パーソナリティ集合ということで、もうエンディングでございます。はい、はい、上原伊代さん戻ってきてくれました。帰ってきました。あなた何でもいいけど、ビール何でもってんのよ。え、もう終わったし。終わってない、終わってない。あと2分半ぐらい辛抱できんのか。いや、牛串食べたし。あ、違う違う。でもすごくなんかたくさんお店出てますね。そうなんですよ、もうほんまに E が1個じゃ足りません、うん、そんなに本当に。でビールもクラフトビールも売ってるしね。あ、おー、いいですね。どれにしようか悩みます。目移りする、目移りする、ほんまに。あの、買ってきましたよ、お土産。何を？その厚焼き。あ、厚焼き、はい、ちょっと待って、これはちょっと待って、え、歯型ついとるやないか。あ、ごめんなさい、私がさっき食べたやつ。食べさしやないか、これ。あんたな。よくそんなことこれでもほんと分厚いね。あ、縦か横かって意味、言った意味すごくよく分かる。大きい。どういう向きで食べたい。もうだから、ま、迷うね、これ。もう立方体でしょ。立方体です、四角ですね、まあ、四角なんで、はい、あと、あの、普通に山田製麺制御部の、これ、ここもね、卵美味しいんです。これね、タンパクローが入ってる、だて巻きが入ってるんです。これも美味しそうやったんで買ってきました。いいですね、はい、あとね、うん、三上さんの朝恋のスコーン、これは私の明日の朝ごはんです。な、え、私のじゃなくて、私の明日の朝ごはんです。今、あのラジオ機の皆さんはこの後5時までやってますから、ぜひあのこの高浜岸壁にいらしてください。で、ね、はいはい、でステージもこの後5時までずっと続きますから、はい、さっきの春菜アナウンサーの司会進行 で、はい、で我々はこれで、無罪方面ということで。無罪方面、はい、なんか無罪かどうか分からないけど。なんか解放されたんですか。いや、なんかちょっといっぱい失敗したんだけど一応解放されるかな。祭りやからね。そうそう、今日祭りやから、なんか言われる前に逃げしようとちょっとでもあっという間ですよ、1時間半なんて。あっちゅう間ですね、ほんまに、はい、ということで、ブースも全部紹介できなかった。お話も聞かせてもらったんですけど、いろんな方に、はい、どうでした。全部紹介しきれなくて本当申し訳ないぐらいな感じなんですけれども、うん、思い出したところで一つ、時間があと1分ぐらい。思い出したところで、うん、資料がね、資料言ってる時点で思い出してんやないか。まあ本当にあの美味しいものとか、それからアルコールも含めて、これあの去年までと数年間できなかったですから。そうですよ、ね、だから今年はもうようやくっていうことなので、うん、皆さんぜひ楽しんで帰っていってください。あの兵庫木材フェアの方もね、そうそう、もうめちゃいろんな、あれね、いい香りするの、あっち
ほんまにあそこね、あの木はね、本当面白いおもちゃもたくさんありますからね、ぜひ帰ってくださいね、うん、はい、神戸ハーバーランド高浜岸壁ラジオ関西祭りはこの後夕方の5時まで生放送、ステージやってますの で生ステージやってますので、ぜひ最後まで楽しんで、そして今聞いてくださっている方はぜひ足を運んでください、はい、ということでラジオ関西林慎一郎の裏パーソナリティ集合、そろそろお別れの時間でございます。上原洋さんでした、ありがとうございました。そしてお相手林慎一郎でした。お母さんと一緒を卒業した匠お姉さん8年間の集大成 CD メモリアルアルバム君と一緒に DVD メモリアルベスト幸せをありがとう、みんなが待っていた CD と DVD がついに登場。 CD はこれまで収録されていない3曲とボーナストラック1曲を含む全34曲、 DVD は人気曲ばかり26曲とDVD でしか見ることができない貴重な特典映像を多数収録。ラジオ関西グッズ付き特別セットにして税込み6,600円。お申し込みは電話 078-362-7722、 ファックスは 362-7404、 またはラジオ関西プロダクツのホームページまで。君と一緒